どうも、ヒコボンです。コンビニのコーヒー、皆さん飲んでますか？最近はコンビニからいろんなコーヒーが出てますね。というわけで今回私なりの検証をしてみました。それではご覧ください。こちらコンビニコーヒー、これで100円です。100円でかなり本格的な味が楽しめていいですよね。いろいろなコンビニから出てますけど、ぶっちゃけ味の違いはよくわかりません。なのでこの量を調べたいと思います。こちらは純粋にこのコップと氷とアイスコーヒーが入っている状態です。ではこれで測ってみましょう。ポチッとな。だいたい 282g ですね。他のコンビニがどれぐらいの重さか気になるとこです。測ったので飲みましょう。アイスコーヒーです。アイスコーヒー飲みながらゲームって最高です。本当はシロップ入れるんですけどね、ちょっと大人ぶっちゃいました。ほい、グッドです。今日いただくアイスコーヒーはサンクスのアイスコーヒーです。あ、もうファミマになってるんだ。マシンは多分サンクスのだと思います。あと価格が120円でした。なので100円じゃないので他のコンビニとはちょっと平等じゃないですね。まあ別枠でちょっと測ってみましょう。ではいきます。271g でした。では飲んでみます。グー。今日のアイスコーヒーはセブンイレブンです。コンビニコーヒーの先駆けって感じですね。迷ったらここです。ここを選んどけば間違いないって感じですね。では重量を測ってみます。オン。乗せます。 244g ですね。では少し飲んでみましょう。グーです。やっぱり最初の擦り込みなのか、セブンイレブンは間違いないですね。今日飲むコンビニコーヒーはこちら、ローソンのコンビニコーヒーです。マチカフェのコーヒー豆はレインフォレストアライアンス認証農園さんのみを使用だそうです。では重量を測ってみます。オンで乗せます。244g でした。では飲んでみます。ローソンはやっぱりちょっと濃いめな感じがしますね。グーです。今日飲むコンビニコーヒーはこちら、ニューデイズの炭火コーヒーです。これも100円です。では早速測ってみましょう。よいしょ、 308g でした。ではちょっといただいてみましょう。苦い。結構苦めでこれが好きかもしれませんね。グッドです。ニューデイズはこんなスタンプカードがもらえるんですね。10個で1杯無料になるそうです。ニューデイズの味は結構好きですし、近くにあるんだったら一歩リードですね。ただ有効期限が短いのは難です。もう5月中旬です。まあ月始めから飲めば全然 OK ですね。最後に飲むコンビニコーヒーはこちら、ミニストップです。
ミニスト。とてもなんか美味しそうな感じがします。高級豆マンデリンを使ってるんですね。深いコクとほろ苦さが特徴のインドネシア産マンデリンにフルーティーで甘みのあるエチオピアをブレンド、それぞれの風味を引き出すこだわりのアフターミックス製法でアイス専用に仕上げました。香ばしくすっきり爽やかな味わいをお楽しみください。うん、美味しそうです。では測ってみます。重さは 265g でした。では最後にちょっと飲んでみます。おお、結構な苦味を感じます。これはこれでいいですね。というわけでコンビニコーヒー出揃いました。ファミマが 282g、 サンクスが 271g、 セブンが 244g、 ローソンが 244g、 ニューデイズが 308g、 そして最後のミニストップが 265g です。一番少ないのはセブンとローソンの 244g で、一番多いのはニューデイズの 308g でした。その差は 64g。 こう考えると結構ありそうな感じがしますね。カップも一番ニューデイズの大きいんですけどね。ただ他のと比べても 1g しか差がないので大差はないと思います。実はこのファミマのコンビニコーヒー2回測ってます。その結果はこちらです。最初に測ったのと同じになるかな。 265g です。で1回と2回目で 17g も違うという。 17g だと味変わらないんですかね。ニューデイズ、これも2回目です。今回はどんな感じかな。 311g です。これはなかなか同じ感じですね。結論としては、約100円でこの味が楽しめるならどれでも OK です。近くてすぐ買えるとこで買いましょう。まあ私的にはニューデイズかな。味に深みがあるし、何よりスタンプカードもあります。それで10回飲めば1杯タダです。これはグッドです。